はい、ですね、まあ今年もですね、去年ソフトバンク日本一ということで、まあ、日本一のパ・リーグの方に敬意を表しまして、パ・リーグの方から説明させていただきたいと、思います。そうですね、まずはじめに、各選考委員の方々に意見を伺っていきたいと思います。はじめに、じゃあ牛島さん、パ・リーグについて。はい、なんかイニングとかトータルで考えるとすごい調節のいいピッチャーもいるんですけど、投げてなかったりとかするんで、まあ、バッテリーでいくと千賀、海、網原、清水、石川、ここら辺になるぐらいかなと思いますけど、どちらかというとどうでしょう。そうですね、だから、まあ、イニング数でいくと千賀なんですけど、勝ち星からいくと有原でも、バッテリーボーターでいくとね、千賀かなと思うんですけどね。はい、分かりました。中さんはいかがでしょうか。これまた同じことを言うんですけど、ピッチャーとキャッチャーが別のチームってことなんでしょ。今回ね、やっぱりね、本当にね、キャッチャーとの出来栄えっていうのがさ、あんまりにもかけ離れてるんだよね。そうですね。だからそのバランス、ピッチャー頑張ったけど、キャッチャー、そのキャッチャーでいいのっていうね、レベルの成績しかないんだよね。だからすごく、そういうふうなバランス、バッテリー賞の対象になる中身が、ちょっと薄くならないかなっていう、急してる部分もある、はい、今セリングで言ったら山口俊と小林、小林でいいのっていう部分になるじゃない、はい、うん、そういう時に、まあ、自分の好きなキャッチャーだと相澤が好きなんで、それずっと相澤、の頑張りみたいなものを考えた時にバッテリーの、価値っていうのはそのキャッチャーでいいのっていう意味合いだとちょっとあれだなって言って前もそういう議論をしてんだけど、はい、もう一回していいという僕は今、悩む部分が多分にあります、はい、そうなりますとパ・リーグは、まあ、キャッチャーだけの成績を見ると西武の森が抜けてるんですが、じゃあピッチャーはとなるぞということですね、うん、そうそうそう、はい、いつもこういう会話になるじゃない、はい、なんとなくそれに近い会話になるじゃない、はい、だからその頑張ったキャッチャー、はい、森が優勝キャッチャーじゃない、はい、優勝キャッチャーの首位者を取るというそのチームを本当に引っ張ったというか、取り続ける人はあんまり良くないんだけど、でも俺はすごくそういうところは評価してあげたいなと思うし、それがバッテリーかというと、セミナーともう最多勝の有原ってなるけど、その時に、そのキャッチャーを見た時にどうなのっていうふうに、いつもそれで悩むんだけど、これは、ね、基本的に。新しい選考のパターンがないのかなっていう感じが、してることはしてるんだよね。はい。うん、まあ、俺の意見としては。はい。はい。吉野さんは。まあ、僕は回ってる中で、まあ、森の阻止率は悪いっていうのは、セーブピッチャーがちょっと悪すぎるから、どこへ来るか分からない奴らが投げてるから、じゃあ、阻止率悪くなるんだよ。いいピッチャーが投げたら、もっと阻止率は絶対良くなるんだけど、またそのライオンズは逆転勝ったということ、これだけの8ゲーム半かな、逆転で勝ったということは、やっぱりそのバッテリーの中で森と、僕はやっぱりその、ぜひ今年はマスターをしたいんですね、やっぱり流儀があんだけ悪い中で、まあ、彼がいなかったのも全くダメだということもあるし、まあ、そういう意味ではその、バッテリーで優勝の貢献者と大逆転というのは、8ゲーム半をひっくり返すということを。この2人が一番か、まあ、強い方がいいかなと思ってます、はい、強く押したいんですけど、どうでしょうか。30ステップ到達してますもん。何が、もう一応するマスターね、はい、浅いタワー、わかりました。田口さんはいかがですか。まあ、今までキャッチャーっていうね、重みがなかったんだけど、今年ほど重みなく、まあ、森が首位打者だったし、105打点、そういう意味じゃ、まず森をすぐ私は考えて、あとピッチャーだったら、まあ、今、トンビが言ったように、増田、平井、逃げるっていうね、
西武のピッチャーを考えれば3人だけど、やっぱり左の80試合というね、確かに防御率は 3.50 悪いんだけど、やっぱり中継ぎの重みというかね、大事さというのを感じたら、麻酔もいいけど、80試合、稲岡の記録を抜いた、それと久保田の90試合、そういう記録があるけど、中継ぎ陣の希望を、あ、嫌い、こんだけ投げればもらえるんだっていうね、そういうような感じで、私は、千賀も有原もいいけど、キャッチャーが不足っていうことで、私は嫌いにあげたい、嫌いに。嫌いもいい。だから、どうしても西武の森っていうのがね、今日は強烈ですよ、ということですね。有藤さん、僕も今年は今の野球球界というのはリリーフピッチャー完投といいます非常に少ない野球ですよね。でそういう意味では8回9回抑えるところのピッチャーがしっかりしているところは上位に来ているという結果が出ていると思うんですよね。でまあ、パ・リーグでは16の完投で、勝ったのは12で間違い4つなんです。でセントラルは28の完投があるんですけど、セントラルは26勝2敗で、完投負けが2回しかないんですけど、そういう面からいって先発ピッチャーこの、まあ、千賀にしてもあれあれにしてもいいんですけど、今年は僕は落ちたいのは森をしたいですね。森をで、なぜかというと松井もいいんですけど8敗してるんですよね。松井はで、防御率はバッティングがいいんですけどギャップも取られるというところはどうかなというところがあって、森とでバッテリー勝ですからキャッチャーのところも必要になってくると思うから、森と甲斐を推薦したいです。はい、はい、まあ、パ・リーグは3通り、まあ、西武勢とソフトと日本ハムだと思うんですよ。まあ、西武は森があまりにもね、低いから、ただ2位は12勝しとるけども、規定回数が100イニングだから、これ対象にならないかな、規定打席が立てない首位打者を表彰するみたいなもんだから、で平井もいいんだけど、3.50 っていうのはね、やっぱり抑えで 3.50 っていうのは割りすぎるよ。阪神がなぜかいいか言ったら、抑えが大体1点台だから、12球団随一だから、これはもう先発完投で3点台なら、今ね、名古屋投手だから分かるけどね、ただ、試合数81で多いんだけども、ちょっとボールで思うんだ。で、ソフトバンクの千賀と甲斐、甲斐もいいわね、ピッチャーのキャッチャーで130万試合やってるしね、で、千賀も13勝して、有原より2勝しか違わないけども、2勝違うのは大きいんだ、やっぱりね、2位もビルも一緒でね、やっぱり有原の最多勝で、私は重要視してやりたいんだよ。だキャッチャーがね、日本ハムの場合、いろんな人が出てるけども、まあ、清水が一応100試合近く出てるしね、いわゆる5台も打ってるし、まあ、有原の最多勝を、ね、評価してやりたいわね、一番というのは、スポーツ選手では。これはもう金メダルと一緒だからね、私は萩原と清水を推薦したいと思います。はい、そうですね、意見が伺われまして、まあ、やはりキャッチャーの、まあ、西武の森の成績がずば抜けているということと、まあ、あとどちらの方を重視するかということでこのような形で、まあ、意見が分かれたと思うんですが、今回出席できなかった方の意見も伺ってますので紹介させていただきます。大野豊さんですねは、ソフトバンクの千賀甲斐のバッテリーをしていらっしゃいます。理由としては、勝利数なら有原です。ただバッテリー勝ということになると千賀と甲斐、やっぱり甲斐は千賀のノーヒットノーランというのもあるので、まあ、そこを評価したいということで、ソフトバンクの千賀甲斐のところですね。野村健次郎さんです。野村健次郎さんも同じく千賀と甲斐のソフトバンク勢です。まあ、理由としましてはやはり、まあ、バッテリー賞なので千賀甲斐ですねと。バッテリーを組んで全試合マスクということですね。26試合すべて千賀
あの時は甲斐がマスクを組んでます。まあ、あとはノーヒットノーランも評価したいということですね。牧原ひろみさんです。牧原ひろみさんもソフトバンクの千賀と甲斐です。理由としましてはシーズンを通して活躍したという点で最も安定感のあるバッテリーだと。西武バッテリーはキャッチャーとして史上4人目の首位打者に輝いた森の成績はすごいが、ニールは規定投球回数に到達していないのが残念と。最多勝に導いた日本ハムの有原は、キャッチャーが石川、清水、宇佐美の併用になっているので、まあ、バッテリー賞としては絞れないということになっております。そうですね、まあ日本ハムの場合ですと有原最多勝ですね。先ほど西本さんから清水というのを資料ですと、有原は24試合で、石川遼が一番マスクをかぶって16試合で、先ほどちょっと清水調べたんですが、有原の時は4試合という、うん、そうですね、そのあたり、まあ、その有原の最多勝をどう評価するかということですね。はい、あとは、まあ、西武の場合ですと、まあ、森の相手が、まあ、それは多分ニールは規定投球回数出してないので、これは多分皆さんで、まあ、一致されると思うんですが、まあ、パ・リーグの最多登板の記録を作りました、まあ、中継ぎの平井、もしくは、増田ですね、東野さんされました、増田、この辺りのどちらが日本かと、まあ、ソフトバンクの場合はもう、線が下位、まあ、あと森、ソフトバンクの抑えのですね、有藤さんの森下位とこういうふうになってますが、今の意見で長さん、どうでしょうか。いや、僕は、はい、東野さんが言ったこの増田の存在忘れてましたよ、はい、彼の頑張りというのも、これ、彼なしには逆転優勝もなかったなと思うし、で、防御率も1点台という数字を残してくれたし、到達したっていうこともね、これすごく説得力があるんじゃないかなと思うんですよ。優勝してこれで、バッテリー間で選ぶんであれば、この中継ぎ陣抑えの役割の選手が選ばれるって最近ないじゃないですか。あった、だから いいなっていうのはあるね、今までにいなくて、その中抑えみたいな、中継ぎも大事だし、そういう野球の世界になってきてるんで、そういうポジションで評価されることも、バッテリー賞になるなっていうのかなという気がしますけど、まあ、確かに今年パ・リーグの規定投球回数に到達したピッチャーが6人しかいないんだけど、まあまあ、こういうところもあって、まあ、なかなかそうですね、先発ピッチャーって規定投球回数となるとあれなので、まあ、そういった意味では、まあ、中継ぎというところの部分にというのも、まあ、評価されているのかなという考えではありますね。はい、そうですね、どうでしょう、内田さん、今もう一度、今までは西武勢、その辺の中継ぎ。いや、まあ、それはそれで、はい、なんか、いいと思うんですね、優勝したし、でなんかバッテリー賞に優勝が絡んでくるじゃないですか。はいはいはい、で、なんか、もう僕にリーグやってたんで、40セーブ以上しないと、なんか、この賞もらえないのかなと思いがあったんで、はい、まあ、先発ピッチャー中に考えてたんですけど、はい、ただ、千賀の場合、勝ち星少ないんですけど、三振が227本。こんなに取れるピッチャーって最近いるのかなみたいな思いで、なんか羨ましいなみたいな、はい、ピッチャーとしてっていうふうな見方してます。同じフォークボールもいるし、はい、思いもあるのかな。ハリモさん、その今日も俺もさっき説明したし、はい、あれだから、はい、フォークを説明した、やはり最多勝の勝ちを取ったので、はい、先生の松田平井という、そういう、いや、それも先生も評価してます、はいはい、ただ、どっちから選んでいったら、今言ったように、はい、一番というのは、私はね、スポーツ選手は、僕ですから、はい、まあ、これ、こう取ったらいいやつですから、
その個人の意見があるからね、はい、僕はもうその有原新宿を選びたいと思います。はい、でそうしましたら票を取ってという形で多数決といいますか、意見多数決じゃねしかないじゃん。はい、そうですね、あの意見変わられる方がいらっしゃれば、うん、はい、うん、多数決取ってね、はい、まあ、普通に考えればね、千賀と海田と、はい、まあ、今3人もそう言ってたけど、やっぱり千賀のインパクトものすごく強いし、ただキャッチャーの森があまりにも強かったからね。そうです、ね、だからもうここを見ると2回3回の時に徳別氏と立川古田それからもう一人西山、はい、徳別氏っていいんですか。去年もありましたね。森が分からなかったらやっぱりショックだよね。俺はだ、この終盤のね、8.5 をソフトバンクがやってきて、でそれで逆転したんでね、だから勝負したいんで、はい、もちろんこれですけど、はい、だからこちらの力がすごい。だからキャッチャーの集団ってそんなにないよ、これから先も、はい、それは頑張ったなっていうね、それも報いてやることの方がいい。あのいつもさ、ね、ピッチャーで切られてキャッチャーまずいまずいって言われてたけど、うん、反対にキャッチャーよくてピッチャーちょっとダメだけど引き切られたのにピッチャーでいや本当にね、意外にいないのかなと思ったらバッターという存在がこれ評価してもいいんじゃないの。でバッテリーとして、うん、この中継ぎ抑えの役割の中の存在感というのもそれはクローズアップしてやめていいと思うよね、うん、だって1チームしかダメだよ、はい、ことを考えたらさ、これもナンバーワンだからね、森も、はい、森もトップだからね、はい、首位打者だからね、首位打者だからね、違う、ここにも東急だって来てない人は千賀回を取ってるでしょ。3人とも多数決で行った場合どうですか。多数決で行くと千賀回の場合も千賀回やろ、はい、なあ、そういう点ってそれでいいじゃないか、それでみんなの意見がね、言い出したらキリがないもん、それは自分の言いたいことを言い出したらね、はい、ただこういう戦法をいくつから外れて締めて、はい、今ね、今ここ3秒あるよ、セーブ、はい、3秒あってね、はい、で、もう一人こう入ったら4秒になるよ、はい、守ると思うし後ろは守り出してる、いやでもストッパーやから迷ってますよ。でしょ。いや、それぐらい迷う価値があると思う。みんなが座って意見交換して迷って最終的に多数決になるから、そういう形を取ればいいんだ。はい。65試合で一つしか負けてませんからね。プロさんとしてすごいなっていう思いますし、また迷うと思うんですね。だからもうこの一個しか負けてないのと227個の三振で。はい、あるんです、迷ってます。投票は選挙と会が行くんでたろ、投票は、はい、全員の投票は、うん、そうですね、何対何対選挙と会が、4票ですね、4票、はい、で、まあ、森、西武の増田と大森が2票を、あ、まあ、平井、そうですね、田淵さんは平井、でも、松田に代えてもいいよ、あの色を見たんですね。で、まあ、秋田さんはソフトバンク勢ですが、ピッチャーの方は森。そう。76勝のうちに半分セーブしてるからね、森は。80勝のうちに単純の増田は。はい。半分もいってないでしょ。はい。そうですね。そこら辺見たときに、どうかなと、はい。キャッチャーの、その、回も、この力量というのは、まあ、森は確かにそのバッティングにしてもリードにしても昨年よりか相当上がってきてるんですけど、バッテリー勝というところの形だったら回もそんなに落ちるようじゃないと思いますし、数のゲームも個々の意見がね、みんな違うから、そうですね、最終的には話し合って最終的には出すって言ってな、はい、意見が伺ったので、まあ、もう一度この場で、うん、はい、ということで、はい、では、じゃあまず
ソフトバンクの千賀会のコンビをされる方、挙手お願いいたします。ソフトバンク隣にいるときは、ソフトバンクの森千賀をされる方、あ、もう一つ、すみません、森会でしょ、会、はい、今度西武に行きますが、増田と森をされる方、あ、張本さんは有原ですね、はい、そうしますと、出席されている方が3人なので4対3で西武の増田森ということになりましたが、で今もう出席じゃないですか、将来だったら戦後になった、はい、分かりました。ピッチャーに引っ張られてピッチャーに続ける形でいいよ。はい、分かりました。はい、じゃあそうしましたらパ・リーグはですね、西武の増田森のバッテリーに決まりました。はい、森は去年に続き2年続けているということですね。はい、去年は川田のですね。はい、続きまして、ではセ・リーグの方に移らさせていただきます。セ・リーグについてですね、やはりまず最初に、意見を伺っていきたいと思います。藤島さん、セ・リーグの方。いや、もうセ・リーグはもう山口チームで、はい、まあ、小林がちょっと数字的にはあれですけど、個人的には僕の時に入った選手ですから、はい、山口さんですね。どうしてもやりたいなみたいな、はい、中田さんは俺の時にもいた私が見て抑えから先発に回した、うん、のでこの数字を残してくれたんだ。やっと思い出きたんだよ、ジャイアンツに入って、はい、うん、この15勝4敗っていうタイプじゃないんだよね。どっちかというと負け数も同じぐらい負けるタイプなんだけど、この勝ち数を残してくれて優勝したっていうことで、もう山口俊の頑張りっていうのは十分評価していいと思うしね、はい、三振の三振数も彼らの本来の三振を取るピッチングをしてくれたというところでいいと思います。はい、キャッチャーは不満ですけど、はい、これ真逆ですね、セ・リーグ、パ・リーグと。はい、ね、東野さんいかがでしょうか。いや、もう私ももう届けるんで、はい、他はちょっとないなって思います。はい、田口さん、セ・リーグは揉めないと思います。ただ一人揉める人います。有田は違うこと言いますこれでみんながピサッとあったら大したもんだけど、あれ違うこと言うのな。いや、そういうことだろ。何が、そういうことじゃろ。まさか有田さん違う、また別のこと言うんじゃない。いやいや、全然もうそれはもう満場一致ですよ。小林はちょっとボルダーないけどもね、はい、ちょっと打席は少ないけども、一応2割4分打ってるからね、はい、今まではもう小林がものすごく見劣りしたんだけども一応ね、山口は一番イニング投げてるからセリフの人だけでもな、小林は見るとセリフはもうほとんど決まるじゃないもん、はい、相手にね、今なんかだってこれちょっとね、一つ故障したりしてるからね、はい、と思いますけど、はい、すみません、今日来られなかった方の意見ですが、お三方とも山口、小林の巨人になっております一応意見も紹介させていただきます。大野豊さんです。今季の山口の成績は素晴らしい、最多勝、勝率、奪三振、でさらに優勝にも大きく貢献した。小林は規定打席に届いていないが、山口のいい部分も引き出した。野村健次郎さんです。先発としての成績なら山口、小林ですが、私の中ではジョンソン、梅野というのもありましたが、総合的に考えて、山口、小林と阪神勢の、ジョンソン、梅野というのも
牧原さんです。違う。山口ですね。力を抜いて投げるコツを掴んで、最多勝、最高勝率、最多奪三振投手数3回に輝いた山口の全登板試合でマスクをかぶったのは小林と。小林は正捕手とは言えないが、盗塁阻止率も高く、バッテリーという括りでは、今シーズンに関してはナンバーワンであるということです。まあ、セ・リーグに関しては、これはもう満場一致で、山口、小林のジャイアンツバッテリーということに、決めたいと思います。はい、